日本静岡県浜松市浜北区宮口は、静岡県浜松市浜北区の町名。住居表示未実施。浜北区の北西部に位置し、北と西側を貸し段丘に囲まれた、戦場地上にある。北部を、浜北区四大地、南部を、浜北区新原、東部を、浜北区小野、西部を、北区と田町と、それぞれ接している。 高新寺の門前が、中心地といえ、昔は、高新寺の門前町や秋葉街道の宿場町として、栄、え、高新寺の門前は、石畳となっており、古くからの町屋が残っている。1月には、高新寺の初高新、秋には、花の舞酒像の蔵開きでにぎわう。また、当地域内には、古くからの神社仏閣が多数存在し、寺院や古墳の遺構が残っている。 今は、田畑が多い農業地帯となっている。地域の中央を東西に、国道362号と天竜浜名湖、鉄道天竜浜名湖線、南北に、静岡県道296号熊、小松天竜川停車場線、宮口駅を起点に、地内北部を、静岡県道68号浜北三日日線が、通っている。また、天竜浜名湖線の宮口駅が、 地域の東部に存在する。国道362号は当地域に境外区間が複数あり、小野から新たま中学校北側にかけてバイパスが建設されている。2018年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。宮口駅下記八時中七時は臨済州。 総当州の寺院であり、臨在州の中でも方向寺派が多い。方向寺派本山である、方向寺が地理的に近いためと考えられる。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。